はいどうも、白コリです。ラスティーレイクホテル、続きをプレイしていきます。今夜は3日目の夜ですね。今日は？あ、もう部屋に行ってか。なんかレシピの手がかりになるようなもの。新鮮な肉がいる。だいたいね、ここでレシピの手がかりになるようなものがもらえてたと思うんですけど、今日はどこで手に入るのかな。1日目は、おや、流れ星なんだ、流れ星。あ、暗くなっちゃった。え、なになに、なんでこんな暗くなっちゃったの。オールさん、え、なになに、どうすればいいのこれ。電話もつながらないし。あれ？客室に行くしかないのかな？あなたは、あ、コウモリだったの？あれ？コウモリだったの？彼は。コウモリだったの？あれ？でも上にも行けないな。ねえねえ、なんで真っ暗なの？ねえねえ、どうすればいいの？レシピは今夜の。今夜ってか明日のレシピ。電気停電してるんだけど。あ、明かりついた。停電してたのにケロッとしてる。あ、なんかくれる。これは？じゃがいも？じゃがいも。ブラックベリーソースあえ、鳩肉とポテト。おー、今夜は鳩ですか。鳩と黒豆。オーケー。ブラックベリーソースあえ、鳩肉って食べたことないな。美味しいのかな、鳩って。でもさ、食用にされてないってことは、されてるの？どこかの国ではされてるのかな。どうなんだろう。でもあんまね、食べるとこ多くはなさそう。でももも肉くらいなら食べれるのかな。ハトさんはミセスピジョン。あ、当たり。ここですね。5号室ミセスピジョン、こんばんは。あ、入浴中でしたか。こんばんは。何かトウモロコシを持ってきておくれ。はあ、トウモロコシですか。さすが穀物がお好きで、これもさ、これあれだよね。感電死させるんだよね、これ。あーね。ここに電気を送り込むのかな？そういうことね。そういえば部屋ごとに BGM が違う気がするな。え、これ何？なんかの装置だ。まず何かしらアイテムを、おお、あ、ここで。おお、これは、ガシャンってやるんだ。ここ数字をどうこうして。何かヒントになり、あ、ヒントになりそう。鳥が死んでますが。三角足す四角は4。マイナスぐるぐるイコール2。はあ。ここにも数式が。電気が脳に行って、四角。ちょっとよくわからない。四角プラス三角プラス三角が5。はあ。はあ、これ、三角は2じゃないってことは。四角がってことは、三角と三角は同じで、これ5でしょ？ってことは1たす2たす2では？で、四角プラスぐるぐるは9。で、さっきの数式だと、あ、でもこっちだと三角プラス四角が4になってるな。あ、なんかある。紙切れ。紙切れ。あ、なんだこの図形は。あ、ここにはめるんだ。
にも紙切れ1枚欠けてるけど、順番は多分これでいいんじゃないか。あ、なんか虫と、お？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 え、何これ？何すんの？これ何すんだ？これ虫を閉じ込める的な？虫を閉じ込めるのかな、捕まえなきゃいけないのかな、虫を。むずい、どうすりゃいいんだ。あー、ダメだ。あー、またダメだこれ。あー、そう、あー、ダメか、ダメだ。なんでこんなむずいん。お、いけたな、いけたよな。これ全部周り埋めないといけないの、これ。やったー、クワガタムシ手に入れたぞ。やったね。で、虫がなんだって、これは何ですか。お、あ、手に入れた。紙切れ、紙切れ。で、これをここに置くだろう。あ、じゃあ取らない、取らない。セット、セット、セット。セット。OK。で、これでいいでしょ？これでいいだろう？これでちょっと電気ができてるのかな？で、これはなんか合わせるんですね。これやっぱ数字を導くんだよな。三角プラス四角が4。四角プラス三角プラス、あー、あれか。違う、1、2、2じゃなくて、三角が1で、四角が3。3だ。そうだそうだ。四角が3の三角11。で、四角が3ってことは、このぐるぐるは6ですね。6。で、にょろにょろマイナス6が2ってことは、これは8ですね。はい。で、各数字が多分分かったので、ここに、これが8。8、6。三角、1の3。OK。うわ！君は一体、君はどうしてこんなところに、虫食べる？食べないか。なんでこんなことに？どうして？本当に、あーあら、あらあら、まあまあ、あ、合計3つ電球を、あ、お、お、あクワガタが発電してる。あ、これの順番に、なんか周波数みたいなのをやるのか。ちょっと待って、メモするわ。オッケー、よし、これな。うん、うん。
お、オッケーオッケー。鍵が手に入った。鍵。で、鍵はもう一つ必要なんね。おい。あ、ダメ。鍵。鍵。この窓は何もなさげかな。あー。あ、ここだ。まずはここか。あ、これじゃないの？ここの鍵じゃないんだ。あ、そう。うん、とりあえず一個使うか、鍵。あ！え、ちょっとこの状態でですね。あ、ダメ？ダメか。あ！鍵あったやん。すっかり見逃してましたわ。多分ここだよね。オッケー、開いた。あ、トウモロコシ！ありましたよ。トウモロコシ、どうすか？お、食べますね。優雅に。あ、鍵いただきまーす。そういえばさ、黒豆だよね。黒豆手に入れなきゃいけないんだよね。どうすりゃいいんだろう。はい。鍵手に入れたよ。おい。あの子は助かったのだろうか。で？あ、スタンバってる、この子が。スタンバっちゃってる。あ、ちょっと待って。ちょっと温度が上がってるね。ちょっと。あの、え、この子、殺意マシマシですか？お湯加減は？あ、もう喋ってくれませんね、もう。待って、黒豆手に入れてないんだけど、黒豆。黒豆どこですか？今さ、私がここでさ、ゲンってやっちゃったらさ、もうあの、ハトさん焼けちゃうでしょ？煮えちゃうでしょ？黒豆。あ、待って、この植物。関係ない？あ、もうこれも動かないな。黒豆どうやって手に入れるの？あ！え！待って。あ、もうこれできないのか。はあはあはあ、これただ助けるためのあれだったのか。え？黒豆はいずこ。ねえ、黒豆知らない？黒豆知らない？料理に必要なんですよ。全部調べてみたはずなんですけど、もうブラックベリー、黒豆はね、ありかがわからないので、もうこのまま調べちゃいます。おい、ビジョンさん。お肉になってしまいました。鳩の手羽先。ああ、黒豆が見つからなかった。はい、翌日。あ、そっか。調理してもらうんでしたね。はい、ブラックベリーソースはえ、鳩肉とポテト、お願いします。お腹空いてきちゃったな。どんどん人が少なくなっていくって、ポテトそのままじゃん。ポテトはポテトのままですね。切らないんですか？どうですか、お味は？ほとんど完璧。いやー、手に入れられなかったな。